こんばんは。こんばんは。ちょっとね、まだ出せないので、まあ、キュンキュン泣いとるけど、泣いとる時に出したら学習しちゃうので、おとなしくなったら皆様にご紹介します。それまでお待ちください。ありがとう。でね、今日はなんとなんと歌唱力の予選の収録でした。はい、予選の収録がありました。そうなんです。だからね、頑張らないといけないことがあるって言ってたのはそのことでした。ギフトありがとう。緊張した？もちろん。いや、本当になんかもう緊張しすぎて、しかもその2日前くらいからずっと緊張してて、もう緊張も不安もプレッシャーもやばくて、そう、やばかった。緊張したんですけど、まあ全力は出せれたかなと思います。出せれたかなと思われます。歌い終わった後泣かなかった？泣かないよ。泣きません。そう、でも楽しかったです。なんか久しぶりな感じで、久しぶりな感じだったし、歌唱力自体、竹中さんにも久しぶりに会っていろいろ褒めてもらって嬉しかったです。まあ詳しいことはね、放送が終わってから言えたらいいなと思うんですけど、褒めてもらいました。そう、やりきれたよ。試験さん、ありがとう。高校1年生15歳のりょうつんこと岡村りゅうです。フォローしてください。髪切った？前髪は切った。前髪はね、昨日の夜に切りました。昨日の夜に切ったよ。そう、来週放送なんです。ほら、ありがとう。そう、来週放送じゃけん、皆さん一緒に見ましょう。楽しみ。もう全力出し切れたから、あとは結果を待つのにって感じなんですけど、リアタイする予定です。かわいい、かわいい。明日録画早くしておきます。よろしく。そう、緊張した。でもみんなの応援パワーで頑張りました。みんなたくさん応援送ってくれて嬉しかった。頑張れました。そう、ちょっと止まったかな、暴れん坊ワンコが。暴れん坊ワンコが、そう。でもやっぱりね、歌唱力は本当にリオにとってめっちゃ
すごい大切なので大切なので、そう、その結構ツアーとかもあったり他にもあったりでいろいろ忙しくって、そのたくさん練習してきたわけじゃないし、あの納得がいくまでねめっちゃ練習できたみたいな準備万端みたいな感じではなかったんですけど、でも準備できる時間を見つけて練習して挑みました。何歌ったかは秘密です。みんな予想してみてください。何歌ったか予想してください。よく頑張りました、ありがとう。そう、今まで歌ったことないアーティストさんかも、アーティストさんの曲です。そう、いい日旅立ち2回連続やばい、2回連続1回歌ったやつはねもう歌えないんですよ。そう、1回歌った曲はねもう歌えないので、そう、今まで歌ったことがない歌手の方です、アーティストさん。でもね、未だにね、なんか声出しとかカラオケ行って声出しとかの時はよくいい日旅立ちを歌います。いい日旅立ちを歌ってあの低音を出して声を鳴らして喉を開けます。前回の再放送もやる、あ、そうなの、知らんかった。まあ明日は花だれ公園じゃん、花だれ公園じゃん、ひめたんさんの生誕祭、花だれ公園10回10回ちゃ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 ぐずね、かこつけてるだけで10回最近歌わないかも。明日行くよ、あ、会おうね。ピケンさんありがとうございます。高校1年生15歳のリアツンこと赤目の理由です。評論してください。花だれ行く、お、嬉しい、嬉しいよ。そう、花だれ再販申し込んだ、嬉しい。え、なんかさ、お話し会のさ第2再販今やっとるんだけどさ、お話し会の第2再販がもう明日のね13時で終わっちゃうんですよ。めっちゃ短いよね期間が。そう、もう第2再販3日間ぐらいしかなくてそう、めっちゃ短いんですけど、そう、お話し会第2再販明日の13時までで、しかもなんと12月8のインテックス大阪の1時間目のサイン会が残部極小になってました。キラーン残部極小シャキーンになってました技の名前残部極小シャキーン、嬉しい、めっちゃ嬉しかったです。見てめっちゃ嬉しかった、ありがとうみんな、嬉しい。残部極小、残部極小なので皆さん明日の13時までなのでぜひ来てほしい、サイン会。そう、ちょっとねだいぶ先に予定になっちゃうんですけど、来てくれたら嬉しいです。しかも初めてのリアルのサイン会受験さ、どんな感じになるかめっちゃ分からん、どんなんなんあるんじゃろ。ほら、ありがとうね、お早めにお早めにねポチってしてください、サイン会。あ、申し込んだ、サイン会嬉しい、ありがとう。サイン会行く、おー嬉しい、待ってる。
おしまくんも冷やしといた、嬉しい。たくさん話そうね。そう、しかもね、リリーベも決まりまして、なんと初めての握手会です。初めての握手会ですよ。なんかすごい視線を感じる。かわいい。視線を感じる。初めての握手会楽しみすぎるんだけど、やばいかもしれない。超楽しみ。みんな来てくれるかな。そう、リリーベがリオに2日間出るんですけど、まず6月12の水曜日のそのアルバム発売日当日に広島駅南口地下広場で18時半からリリーベがあって、あと6月16日の日曜日にラゾーナ川崎、神奈川県かな、神奈川県で14時からリリーベがあります。神奈川県サイン会追加した、嬉しい、ラブ。4つ握手会したことある？ ST になってはもちろん初めてなんですけど、あのアクターズの時になんか圧縮劇場みたいなのがあって、そうアクタースクール広島におる時に圧縮劇場っていうなんかイベントっぽいのがあって、それでなんか握手みたいなやつはやったことあるけど、 ST に入ってからはもちろん初めての握手会です。そう、ほらありがとう。確かに手袋ありなんかな、どうなんじゃろ。あ、川崎来てくれるの嬉しい。そうだよ、みんなの手をゴリゴリします。ゴリオパワーで。いざとなると多分手加減しちゃうんですけど。みんな痛いと思うから。嬉しい。手加減なしでって言われたら多分手加減なしですると思います。再開追加ありがとう、嬉しい。確かにね、広島駅南口地下広場、放課後音楽祭の場所ですね、馴染みのある。川崎行ったことないかも、リオ行くって嬉しい。神奈川もあんま行ったことないかな。うん、行ったことないかもしれん。両方行っちゃおうかな。あ、嬉しい。もちろん両方来てほしいです。どっちも来てほしいです。待ってる。川崎行こうかなと思ってる。あ、来てよ、迷ってたら来てね。行こうか迷ってる。迷ってたら来てください、絶対。それは来るべきですね、リオに会いに来るべき。友達3人連れて、え、すごい、お友達嬉しい。握力いくつ？前ホケラジで測った時は、保健室ラジオマヒナさんの右が33ぐらいだった気がする。ちょっとあんま覚えてないや。でも最大は35ぐらい。そう、35ぐらいです。でもなんか昔そのなんかゲームセンターで握力測れる機械があったんですよ。なんかバッティングセンターみたいなとこで握力測れるとこがあって、そのちっちゃい頃に測って、でなんか多分その動画をアクターズの時に載せたんですよ、自分のツイッターにね。でなんか多分その握力、そのバッティングセンターの握力測るやつはめっちゃ持ってるんですよ。めっちゃ持ってて、数字が持ってあって、だからなんか48キロとかなってたんですけど、多分それ持ってあって、だから本当は
35とかなんですけど、うん、だってありえないもん。りょうつん握手した人みんないたたって言いそう、ウケる。言いそう。12日千葉から広島に行きます。すごい遠い遠いとこから嬉しい。皆さんそろそろ暴れ坊ちゃんをお見せしたいと思います。あ、フォローありがとう。ギフトもありがとうございます。皆さん、我が家に新しく来た暴れん坊ちゃんの紹介です。わー、いやー、にゃー、プアワです。私はプアワです。プアワです。はじめまして。岡村家に新しく来ました、プアワです。プアワです。まつげがすごいんですよ。見えるかな。こんにちは。犬種はシーズ？シーズなんですけど、メーダじゃないよこれ。あー、舐められる。これはこの子はメーダじゃありません。メーダとは別物です。新しい子です。名前はプアワです。まあプーナって呼ぶんですけど、あんま決めてない。プーちゃんかプーナ。メーナはね、今遠くでね、あの見学してる。ちょっと怖がってる、まだね。しかもね、今日来たんですよ。皆さん聞いてください。さっきその歌唱力の収録が終わってからお出迎え行ったんですよ。こんにちは。生後6ヶ月です。この子まだ生後6ヶ月です。パピーちゃん、プアワです。結構大きいよね。ね、6ヶ月にしては。ね、プーちゃん。しかもね、チークみたいになってて、涙焼けなんですけど、チークみたいになっててめっちゃ可愛いんですよ。そう、うわ、ねえ、ぷーちゃん、女の子です。女の子だよ、私女の子だよ。可愛くない？めっちゃ可愛いんだけど。りょうつによく似とる？それ褒め言葉？それ褒め言葉ですか？かわいいぷーちゃん。そう。新しくね、岡村家に来ました。そう、なんかいつお出迎えてもいいんですけど、よかったんですけど、歌唱力終わって今日迎えました。この子ね、今こうやっておとなしく見えるでしょ。で、そのこの我が家に来る前もすっごいおとなしくて、もうびくともしない、もうびくともしないぐらいすっごくおとなしくて置物みたいな感じだったんですけど、なんとですよ、我が家に来て早々
暴れん坊でめっちゃやばいんですよ。リオの足とか太ももとか、あの足の指とか指の間とか腕とかを舐めたり舐め回してきて、そう暴れん坊です。この子は実はねえ暴れん坊よね。舐められた。しかもねリオにねよく舐めてくるんですよ。多分リオの匂いがいいんかな。ねえ、見えるかな。私かわいい。私かわいい。みんな私かわいいですか。多分ね顔をね見せるのが嫌なんですよ。見える？ぽーちゃんここ見れる？お、そう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 。かわいい、かわいい、ふわふわ。あ、尻尾振ってる。かわいい。舐められた。まつげすごいんですよ。この黒いの全部まつげ。わかるかな？この黒いやつ。黒い毛は全部まつげです。ギャル受ける。めっちゃギャルです。めっちゃギャル。ギャルプーナです。かわいい。尻尾振ってる。全身はこんな感じ。メーナはね今ね伏せしてねリオたちの様子を眺めてる。こうやってメーナも大好きだよーメーナーね。え、そう結構え、なんかそのなんていうの、大きさ的にはプーちゃんの方が大きいんですよ。意外とメーナも結構大きい方なんですけど、大きいけどまだプーちゃんは生後6ヶ月だしまだ軽くて、そう軽いんですけど、メーナはすごいずっしりしてる。メーナはねちょっとおデブちゃんなので、そうなんかメーナはね敷き詰まってる感じ、お肉が筋肉もすごいんですよ。メーナ足の筋肉とかめっちゃジャンプするし、そう、ねえプーちゃん、プーニャはね、プーニャじゃない、プーナはねふにゃふにゃ。ね、皆さんこれからよろしくお願いします。プーナです。岡村プーナです。これからよろしくお願いします。かわいい。よろしく。しかもね、メーナね、あさってね、誕生日なんですよ。ねえ、メーナ。バースデーガール。あさってね、メーナ誕生日で6歳になるんですよ。そう。めっちゃ尻尾振ってる、かわいい、プーナ。うわ、手を舐めてる。くすぐったい。舐めないで。
でください。しかもさ結構めえな6歳じゃけさ、7歳から犬ってシニア犬になるらしくって、だからねそろそろね年を重ねてきてますね。メーナがおばあちゃんになっちゃう。メーナがおばあちゃんだって。プナ帰る。それでは皆さん、岡村プーナでした。さらばじゃ、さらばじゃ。可愛かったかな。可愛かった。私可愛かった。さらばじゃ。帰宅しました。ケージの中へと。またキュンキュン言うと思うけど、あ、貫禄のあるめいなお姉ちゃんも、めいにゃめいにゃ、うわ重っ。メーナです。お姉ちゃんです。メーナが一番だよ。メーナが一番好きだよ。メーナ。私お姉ちゃんになりました。こんにちは。私お姉ちゃんになりましたよ。みんな。プーナはずっと泣いています。ちょっと怖いです。よだれが出ます。でもお姉ちゃんとして頑張ります。私メンタルが弱いんです。かわいい。メーナ、みんないい子だね。みんなね、みんなお姉ちゃんだもんね。ね、みんなかわいい。みんな、みんなかわいいね。みんなが一番好きだよ。そんなの知ってるよ。なんかさ、いや、メーナも今これ猫かぶってて結構もう激しいんですけど、プーナももう結構激しいから、こう見るとメーナの方がおとなしく見えるかもしれない。あ、気になってるプーナのこと。すごい眼差しが。プーナの眼差しがすごい。それでは、メーナ、お姉ちゃんになりました。メーナ。メーナはね、首が短いんですよ。そうだからね、配信で見せやすい。しかもおとなしい。抱っこしやすい。多分プーナはね遊びたいんですよね、メーナと一緒に。そう、でも今日来たばっかだから、プーナが、だから急にこう対面しちゃったりしたら二人ともびっくりしちゃうし、特にメーナは他の犬が怖いし、こうね、お、あの怖い子だから。そう、プーナはねもう好奇心旺盛で、遊びたい遊びたいって感じの子だから、メーナのことも気になって仕方なくてすごいね気にしてるんですけど、メーナはちょっと怖がってる。そう。手が出とる。かわいい。ダブルかわいい。ねえメーナ、メーナお姉ちゃんだもんね。
好きなお姉ちゃんです。私お姉ちゃんになりました。こんにちは。かわいい、みんなかわいい。私は写真集に出れると思います。プーナはちょっと暴れん坊さんなので出れないと思います。私はおとなしいので出れる自信があります。かわいいね。メイナと握手したい？いや本当にメイナの肉球めっちゃ気持ちいいんですよ。癖になる。めっちゃかわいい。メイナの猫のねほっぺもかわいいんですよ。まあプーナもねもちろん可愛がるんですけど、メイナも変わらず愛します。かわいい。かわいいメイナ。メイナ降りる？マーナのとこに行きな。出演料をもらっている。そう。川崎に行ける人はリオちゃんの肉球にさ。リオの肉球ってあるの？ウケる。ゴリゴリですよ。みんなびっくりした？そうなんかみんなに早くみんなに見せたいものがあるみたいに言ってたじゃないですか。それはプーナのことでした。びっくりした？川崎行きたい。来て来て来て。びっくりしたでしょ？まさかでしょ？今泣いてるのってパーナでしょってウケる。パーナは泣きません。面白い。プーナです。プーナ。メイナがプーナ産んだのかと思った。産んでない、産んでない。産んでないです。メイナは独身です。メイナは独身です。子供もいません。独身。独身です。そうだよ、家族が増えましたよ。そう、シーズーです。プーナはシーズーです。女の子のシーズーね。ケージがねもうすぐ横にあるんですよ。このこのすぐ今横にあるから。そう、収録はちょっとしてたんだけどプーナに驚いた。ウケる。意外とみんな驚かなかったくない？コメント見てたら。そう、コメント見てたらあんま意外とみんな驚いてなかったような気がしたね。リンコさんのワンちゃんもシーズーだからね。かわいいよね、リンコさんのワンちゃん、もちこちゃん。あ、匂わせとっけ、そういうこと。てか今日ね、聞いて聞いてください。怖いことがあって、怖いというかまあすごいことがあって聞いてほしいんですけど、なんと今
歌唱力の収録があったんですよね。あったんですけど、その歌唱力の予選の収録があって、でその収録行く前に、お家出る前に、家の外に、家の外からね、なんか泣き声が聞こえるんですよ。なんかうんうんみたいな、なんかなんていうの、うなってるみたいな、なんか男の人のうなり声みたいな、なんかうんうんみたいな、なんかうなり声みたいなのが聞こえて、えっと思って、え誰と思って、おかりうちの人みたいな、おかりうちの人がお家まで来ちゃったと思って、おかりうちの人がうなってるのかと思ってで、なんかずっとうなってるんですよ。そう、ずっとうなってて、えなんだろうと思って怖いと思いながら、あの何の声みたいな、マーナとなって、でマーナが見てくるみたいな言って、こう家の外を見てみたんですよね。そう、外に出たんですよ。そしたら鳩がしかも2匹いて、家の外に、外の真ん前に鳩が2匹いたんですよ。初めてでこういうのそう、よオカリウスの人じゃなくてオカリウスの人じゃなかったんですけど、オカリウスの人じゃなくて鳩が2匹いて、そうで、うなってて、鳩がうーうーみたいな、なんかうなってて、そうでびっくりして、でなんか怖いじゃん、初めてのことだし、家の外に鳩がしかも2匹もおって、2羽か、匹じゃないわ、2羽2羽おって、でなんかちょっと怖くなっちゃって、こう調べたんですよ。なんかスピリチュアルとかあるじゃないですか、そういう鳥とか虫とかのなんかスピリチュアルみたいなってあるじゃん。でなんかそういうのあるんかなと思ってなんか不吉なことが起こるかなってなんか心配になっちゃって、あの調べたんですよね。ググって調べたんよね。家の外に鳩が2匹スピリチュアルみたいな感じで調べたんよ。そう、そしたらなんか、なんだったっけ、なんか幸運の前兆みたいななんか神の声を告げているみたいななんかその鳩が うなっていたのは神からの声を告げていて、なんか幸運の前兆でもあったり、こう家庭とかにも周りの人とかにもこういいことが起こるかもしれませんみたいな、そうなんか願いが叶ったりみたいな、なんて書いてたっけな、でもなんかそういう悪いことじゃなくっていいことだったんですよ。でそれがそのあの予選、歌唱力の予選収録行く前だったんですよね。前だったから、えー、マジすごいみたいな、2人でなって、マーナと、そうマーナとなって、そうしかもね、プーナも迎える日だし、なんかすごい偶然ってなんかすごくて、そうでまだあるんですよ。まだあって、それだけでもすごかったのに、またすごいことがあって、あの車乗ってたんですよね。車乗ってたら、あの車の窓に、そう歌唱力のね予選収録に向かってもう車で向かい寄る途中に、車の窓に雲がいたんですよ。あの外側にね、車の窓の外の方に雲がいて、窓のとこに、そう雲がいて、親指の爪ぐらいの、いやもっとちっちゃいよ、もっと 小指の爪ぐらいの結構ちっちゃい雲だったんですけど、雲がついてて窓にね。でなんかマーナが雲がついてるみたいになって、
なんかこれもなんかそういうスピリチュアルなんじゃないみたいになってしかもね全然あの普通に走行してるのに車走行してるのに全然落ちなくて窓からそのクモちゃん。そうクモもその窓の外につくの初めてだからまたググったんですよリオがまたなんかそういうスピリチュアルみたいなのあるんかなと思ってググったら幸運の幸運が起こりますみたいなそのハトと同じことが書いてあってそう今日歌唱力の予選収録行く前に2回もその同じような幸運の前兆みたいな出来事があってなんか逆に怖くなっちゃってそう逆にマーナとえなんか怖くないみたいな逆になんか不吉なこと起きるんかなみたいな感じになってたんですけどまあでもねググったら幸運の前兆って書いてあったからそれを信じて歌唱力の予選収録無事に行ってきましたっていう話です。受験さんありがとう。高校1年生15歳のやつんこと岡村理由です。ぜひフォローしてください。そうクモがいました。で多分もしかしたらプーナが幸運をもたらしてくれる存在なんかもしれんねみたいな話してだって今日来たじゃないですか今日出迎えたんですけどね。うん。かわいい。そうだよ、かりおしファンの人じゃなくてよかったです。ファンの人がうなってるかと思っていやほんまにハトのうなり声って初めて聞いてなんかクルックみたいなやつじゃなくてなんかなおじさんみたいな声がしてなんか聞いたことないなんか男性のうなり声みたいなうーみたいなうーみたいななんか変な声がして聞いたことない。そうワルサをしている。あっ、ウナワルサしてるね。その幸運は今日じゃなくてもう少し酒飲めないかもだといいんですね。だといいです。おじやた面白い。おじさんも人の家でうなら俺はうなってないからそれはそうじゃろうね。メーナ何か悪さしてる。メーナじゃないです、プーナです。プーナでございます。新しい子。そうリフトありがとう。あ、もう51分だ。うわ、家の前でヨーデル歌ってたら俺かも。どういうこと？ヨーデルって妖怪ウォッチのヨーデル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 のやつ。ね、そう、せっかくだからハトも買いませんか。ちょっとお断りしますなんか目が真っ赤だったんですよその子。2匹とも、2匹じゃない、2羽とも目がなんか真っ赤で。でもすごいオーラでした。オーラを放ちながら歩いてました。その鳩たち。宝谷は縁起いいの？宝谷はなんか縁起いいとかそういうのないんじゃない？わかんないけど、宝谷はただのダニだから
かわいい。え、うちは去年夜中にコウモリが家に入ってきて泣きそうになった。どういうこと？コウモリが家の中に入ってくる？何それやばい、事件じゃんそんなの。やば、この間のカタツムリもスピリチュアルだったのかな。え、確かにカタツムもそうかな。え、いやほんまに本当になんか最近すごいなんか虫に好かれるんですよね。でもあの形のお花畑しかしてなかったえ、そうだって今考えてみるとなんか今年ってなんかそういう虫に疲れとるんかもしれん。なんか虫とかそういうのに助けてもらっとるんかもしれんと思い始めて。だって今年の元旦の時にさ、愛媛のさ、ひおじいちゃん家のとこにさ行ってさ、愛媛で泊まったって言ったじゃないですか。椿館、愛媛の椿館っていう旅館に泊まったって言ったと思うんですけど、そこでも大きいクモがいて、そう多分そっから何かが始まったんですよ。そう、ただ何かのなんか始まって、そう今年の初っ端からその大きいクモがいたから、そうだから今年はなんかそういう年なのかもしれないね。確かに。でしかもさ、今日もねさらにね、今もなんかまだちょっと残ってるんですけど、なんか収録直前なのに急に、なんかさ、リオ急にさ、こう何かに刺されたみたいにさポコってできたりするって言ったじゃないですか。急にここに、この顎のとこに3つてんてんてんってなんか噛まれて、何かに、そうで 何かに噛まれてなんかプツプツになって、今はなんかまだもうちょっと治ったけど、そうっていうかわいいプーナ見てる、見てる、かわいい、うん、あ、55分、ありがとう教えてくれて。そう今日はね充実した日でしたあ、インスタのストーリー載せてるので見てください。 X もね何個か載せてるのでチェックよろしくお願いします。チェックしてね、インスタと X してください。13位、しゅうさんありがとうございます。12位、台湾高尾さんありがとうございます。11位、楽楽さんありがとうございます。10位、まさたかさんありがとうございます。9位、福山のたこさんありがとうございます。8位、あやさんありがとうございます。7位、鈴鹿さんありがとうございます。6位、チョパーさんありがとうございます。5位、ティックトックさんありがとうございます。4位、ヨシゾンビさんありがとうございます。3位、昔からおじんさんありがとうございます。2位、カブズキシ君さんありがとうございます。そして1位はドゥルドゥルドゥルルパン、ゆずきちさんありがとうございます。ありがとう。今日は一段と充実した一日でございました。歌唱力の予選も収録ありましたし、プーナも岡村家に加入しました明日朝配信、うん、なりそう、うん、なりそうです。でね、明日は
花だれ公演があるのでぜひ皆さんお待ちしてます。姫丹さんの生誕祭なのでぜひ来てください。プーナの名前はね、ひらがなのひらがなでプアワです。正式名称プアワ、プアワです。プアはひらがな、プーナはカタカナ。いや、プーナもひらがなそう、プーナもひらがなが可愛いかも。いちづきちさん、ありがとうございます。あと、イリーベも皆さん、ぜひお待ちしてます。初めてのね、握手会なのでリオと握手しましょう。ミニライブとかもあったり、グループなんかグループ写真会みたいなやつもあるので皆さんぜひお待ちしております。手をゴリゴリさせてくださいあとお話し会の第2再販も明日の13時で終わっちゃいます。12月8日の8の1時間目のサイン会、残部極小になってるのでぜひ来てくれると嬉しいです。その他のね、日とか時間も会いに来てください。ありがとうございます。それではバイツー。